アニョハセヨ、こんにちは。今回はペッキムチ、白いキムチを作ります。昔唐辛子がない時代作ったものなんです。이번에는백김치를만들겠습니다。白菜、今の旬の白菜、いい白菜です。材料はネギ、人参、大根、リンゴ、ニンニク、生姜。次、調味料、塩、砂糖、本だし。もう一つはこれです。これで隠し味します。ポキベチュ、デパ、ダングン、무、사과、마늘、생강、조미료는소금、혼다시、설탕。소금에절인다시마。まずは白菜を切ります。約葉っぱ5枚分、たくさん作ると大変ですから5枚ぐらい作ります。こういう葉っぱを約5枚を使います。横斜めに切ってください。배추5장을떼어서이렇게썰어주세요。今度は大根、4センチくらいの厚さを1本切ります。このぐらいの大根です。다음은무를썰어주세요。こんな感じでカットしてください。これも入れます。こういうふうに入れます。人参は約2分の1を使います。ダングンを約半개정도썰어주세요。こんな感じで人参を切ってください。切ったものをこういうふうに入れてください。塩約 100g、これでかき混ぜてください。塩漬けをして約30分から1時間塩漬けをしてください。あとでお水が
水が出ます。이렇게소금에절여주세요약30분から1時間ぐらい塩漬けするとこういう感じで水が出ます。で、白菜とか人参、大根は徐々に塩漬けができてこんな感じでできます。こういう風にできたら今度塩抜きをしてください。今度塩抜きをします。塩を洗ってください。はい、こういう感じで約10分から20分ぐらい塩抜きをしてください。今度は양념を作ります。にんにくを薄くスライスしてください。約3個で分でいいです。마늘을얇게썰어주시고양념준비를해주세요마늘은3개정도얇게썰어주세요다음은대파약한개정도실어내기요1本分썰어주세요カットしてください。こういう感じで切ってください。次は生姜を約このぐらい3枚ぐらい千切りします。다음은생강을채썰어주세요その次はリンゴを2分の1다음은사과반개를썰어서넣습니다リンゴ同じようでこういう感じでカットしてください。사과를얇게썰어서넣어주세요こういうふうに材料を準備してください。이렇게재료를준비해주세요。こういうふうに材料が準備できたら、ここで味付けします。
이렇게재료를준비해주시고양념을하겠습니다혼다시韓国の人は韓国のだしだ入れてもいいです砂糖本だしは約 10g 砂糖100塩昆布約20から 30g これで混ぜて味付けしますはこういうふうに馴染んできたらさっきの塩抜きした白菜を入れます白菜を入れたら今度混ぜてください はい、おいしくできましたこういう感じですくってみてくださいこれはそのままでもいいし冷蔵庫に入れて2、30分ぐらい置いておくとうまみとかおいしい成分がどんどんどん染み込みます美味しくできました。